こんにちは、シードポットの小島です。今日はですね、皆さんの要望が非常に多いですね、胡蝶蘭の綺麗なですね、売ってるようなですね、ああいう風に流れるようなスタイルにいかに咲かせるかというようなことをですね、少しでも近づける方法を今日はお伝えしたいと思います。そろそろですね、胡蝶蘭他のものもそうなんですけども、花芽がずんずん伸びてきて春に向けてですね、開花を迎えるような時期になっておりますので、今のうちにですね、できること、それをぜひ今日はお伝えしたいなと思います。園芸好きな方、洋蘭好きな方、こんな風に胡蝶蘭を咲かせるといいですよってことをですね、ぜひ最後までご覧いただければなというふうに思います。まずですね、胡蝶蘭こういう風にですね、綺麗に並んでこう咲くととても綺麗なんですけれども、なかなか家庭ではですね、販売しているようにこう長くこう流れるように咲かせるというのは非常に難しいです。正直言ってあれはもうちゃんとした環境のいいですね、生産のハウスでしっかり温度管理とかですね、環境を整えてるんでああいう風に咲くので、なかなか家庭ではですね、難しいと思います。家庭の場合にはどちらかというとですね、例えばよくできてもこちら見ていただくと、木がよくできて花芽もぐーっと伸びてるんですけども、これ立ち上がってきます。で、立ち上がってそして上向きに咲いてしまうことがよくあるんですね。ですから生産者の場合にはある程度ですね、向きをしっかりと整えて少しですね垂れるように、そして最後にはある程度支柱でですね、こう流れるように整えるという作業をするんですけれども、正直ですね、私もこの綺麗に咲かせ方をお伝えするのをずっと悩んでいたんですけれども、実はですね、結構リスクがあります。どういうリスクかって言いますと、せっかくできた花芽、ちょっとですね触って曲げることで花芽を折ってしまうことがあるんですね。ですからせっかくこう育てて花芽をつけたのに綺麗に咲かせようと思って折ってしまう、これはもう非常に悲しいことですので、できるだけそういう事態にならないように無理をせずですね、ぜひちょっとチャレンジしたいという方のみですね、やっていただきたいなというふうに思っておりますので、そのつもりで今日は見ていただきたいなと思います。胡蝶蘭はですね、まずは花芽、今ねこれぐらいから下の方からですね、ずっとこう伸び始めてるものも多いと思います。まずですね、ああいう風に綺麗に咲かせるためには、胡蝶蘭この株のですね、どちら側からか、どっちかから出てきます。この場合にはこちら、こっちから出てますよね。で、この場合にまず向きとして、そちら側から日が当たる場合には反対側に伸ばします。横からのはいいですかね。こっちから日が当たってる場合にはこちら側こう伸ばします。で、こちらから日が当たっている場合には逆ですよね。こうすることによって、ここの株をまたいでこちら側に伸ばすというような置き方。ある程度もう位置を決めたらですね、これをこうやったりこうやったりひっくり返したりですね、この伸びてる時にあまり向きを変えないというふうに気をつけていただきたいなと思います。もちろんその花芽が伸びてる時もそうですし、つぼみがですね、こういうふうに少しずつ咲き始めて、この時もあまりこっち向いたりですね、ひっくり返したり、こうですね、向きを変えていくと花の咲く方向があっちこっちになって綺麗に見えません。まずまとめに置くとですね、外に向けて花芽がこう伸びます。そして外向きに咲いてくるんですね。こういうふうに一輪咲くとですね、あ、咲いたっていうんでご自身の方にこう向けたがるんですね。こうなるとどうなるかっていうと、次の花から後ろ向きに沿っていきます。非常にスタイルが悪く、例えばこちら、この花そちら向いてますよね。次の花反対向いてます。これもまたこっち向いてます。要するにこれをぐる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 咲いてる時に回すとですね、常に花はつぼみは太陽の方に向かって咲こうとするので、こうやってずれてくるんですね。ですから基本的に株の角度、これを一定にしていただくっていうのがまず一つ大事なことですね。それではですね、ここからちょっとですね、大変注意深く扱わないといけなくなるんですけれども、胡蝶蘭というのはある程度つぼみが大きくなったり、こうやって咲くようになってくると、ちょっと見てください、ここがね柔らかくなります。怖いですよね。ね、こうある程度動くんです。動くというかね、こういうふうにね、こうやっても折れないんです。なんて言ってるうちにね、ポキッといったりしますんでね、それはちょっと怖いんで無理なさらないようにしていただきたいんですけど、これぐらいの時って結構ね、もうちょっと力を入れるとこの辺からポキッと折れてしまいます。ですからある程度つぼみが大きくなってきたらで結構です。例えばこの株ですね、このこれ少しつぼみが大きくなってきました。そしたらこのまずまっすぐに1本ここで止めます。
そして手前に1本支柱を立ててですね、これを軽くこうね押さえて、こういうふうにまずします。ここでこうね角度つけます。この段階ではですね、少しこうね角度がついていく。ところがこれはまだまだ成長していくんですね。ですから今の段階でこういうふうに角度つけたからといって、ずっとこのままですとここが引っかかって変な形になってきます。ですから時々ここをまた外してですね、角度をちょっとずつ調整していく。そして花はこの角度をつけたそちら側から火を当てるというふうにしていただくと、まあ売ってるように綺麗にね、スダーッとは咲きませんけれども、前から見てですね、多少綺麗な形に見えると思います。例えばこれもそうですね。これも後ろにまっすぐな、ここで一回止めます。これを止めないでこう前をこうやるとね、こう全体が倒れますので、ここを一回止めますね。ね、横で止めます。そして前のこの支柱を少し垂らせながら、こういうふうに止めて前から火を当てる。時々これをちょっと外しながらですね、角度を様子を見ていただく。ね、すごいですよね。こんなに曲げてる平気なんですよね。で、胡蝶蘭というのはある程度こういうふうに咲く頃になると比較的この茎がですね、弾力が出ると言いますかね、なかなか簡単には折れにくくはなりますので、こういうことができると。生産者のところではもう思いっきりぐーっとですね、支柱を曲げてそれに沿わして綺麗に見せていく。日本のこの技術大変なもんなんですけれども、生産者のところではですね、それを競っていかに綺麗に見せるかっていうふうに作っています。家庭ではですね、多少考え方としてはこういうことです。こういうふうにすることで多少ちょっとね綺麗に流れるように咲かせることができるかなというふうに思います。本当にですね、ちょっとしたことでポキッと折れますので、チャレンジしてみるっていうのも大事だとは思いますけれども、あまりできる限り無理をなさらないで少しチャレンジしていただければなというふうに思います。これは株もよくできて茎も太くてですね、実はこういうふうに途中の節からですね3本も出てます。そして先もねぐっと伸びて非常にいい状態なんですけれども、このままほっとくとですね、それこそバーッと上向きにこうね咲く傾向があります。この場合はこういうふうにですね、こういうフックみたいなね形でこちらを少し止めておいて、今のうちにある程度ですね少し前に倒しておく。またしばらくつぼみが膨らんでここが柔らかくなってきたら、この止める位置をですね少し下の方にする。今ここでやるとですね、この辺でポキッと折れやすいので、今は少しこの辺りで下に向けて、もうちょっとしたらここを下げていく。徐々に徐々に下げることによって滝のように咲かせるというふうにしていただくといいかなと思います。今ね皆さんにお伝えしましたけども、本当にちょっと危険を伴いますので、くれぐれも無理をなさらないで楽しんでいただければいいかなと思います。最後までご視聴ありがとうございます。よろしければ高評価チャンネル登録よろしくお願いいたします。ありがとうございました。